部細胞はあります、きっとデング熱にも効きます、だけど高級会見じゃ何もわからない。恐ろしいはイスラム国、もう一つはエボラ出血熱、セクハラやジなんて飛ばしてる場合じゃないだろう。クジラ成長してもいい、ありのままでいい、してれば誰もがいつか輝く女性になれる。カープ女子にはやられたよなんて、ダメよダメダメハマったよなんて、何年先もずっと君と笑ってたいから、イスバケツチャレンジのような壁取って胸キュンするような幸せなニューイヤー君と始めよう。決断は未だハーフハーフ、でも危険ドラッグはダメ全部、これだけは限定容認できない。先もずっと君と笑ってたいから、いつバケツチャレンジのような、壁飲んで胸キュンするような幸せなニューイヤー君と始めよあげましておめでとうございます。山下M です。今年初めての動画でしたけど、動画でしたけどどうでしたか。もし気に入ったらシェア、あと僕の Facebook ページにいいね、あとチャンネル登録よろしくお願いします。あと今回は配信を無料でしてるんで、よかったらお手元の、手元にないですけど iPhone に、入れちゃってください。ではまた、山下M でした。